なんかまあ本当男の子だったら単純にそのなんか漫画見てる感覚ですね、もう。さっきの川中島の戦いは、はいはい、僕 SD ガンダム子供の時好きだったんで、はい、剣神ガンダムと神剣ガンダムがいたんですよ。はい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 、はい、多分その兜の方かぶったガンダムがいて、あ、なるほどなるほど、はい、神剣のこのモサモサした感じとかですよね。いやもう結構入り口ってそういう感じじゃないですか、うん、僕中学校の時かな、信長の野望が、はい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 、光栄さんっていうそのゲームメーカーさんの三国志とか、信長の野望大公開時代とか、ああそうそうそう、だからあれがちょうどパソコンで最初出たんですけど、うん、僕の友達が一人そのパソコン持ってるやつがいて、はいはいはい、でそれがその三国志とか、はいはいはい、信長の野望を買ってるわけですよ、うん、で何人かで集まって、そいつの家集まってやるんですけど、はいはいはい、勝ちたいから武将を調べ出すんですよね。あれってシミュレーション系ですか？シミュレーション系です。なんか自分で国を強くして戦って国取っていくってやつなんですけど、なんですかね、誰が強いかとかみんな誰も知らない状態だったんですよね、その出た当時って、うん、でそうなると勝ちたいからこっそりみんな調べ出すんですよ、はいはいはい、なるほどなるほど、そうそうそう、ただ今みたいにネットがないから本読むしかないんで、はいはい、みんな横山光輝さんっていう、あ、はい、横山光輝さん、そうそうそう、三国志、三国志あれを読んだりとかしながら入り口入って、徐々にこうなんていうの、そっから知識合戦が始まって、あ、俺信長のこういうとこ知ってるよみたいなのをこう語り出すから負けたくなくて、そういう時はちょっと知識あった方がかっこいいですよね。かっこいいんですよ、うん、ああ知ってるよそれみたいな、この人こうでしょみたいなとか、うん、かぶせたいっていう、なんか中学生の高校生 の縄張り争い的な感じで、はいはい、あれでとりあえず歴史に火がつきましたよ、僕は。実はそういうのが一番人を成長させるのかもしれないですね。そう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 、もうね、ある意味その、まあ、健全な戦いの中で成長していくってやつですね、うん、ですね、本当に。僕田舎に住んでた、島に住んでたんですけど、はいはいはい、本屋さんとかそういうのあんまりなくって、はい、自転車で30分かけて紀宝堂っていう本屋さんが唯一の本屋さんだったんですよ、はい、まあ、ちゃんとした本屋さん、はいはいはい、あとはもう文房具屋さんがちょっとジャンプ置いてたりとかって時代だったんで、だからもうなんていうんですかね、それでもう30分かけて一巻を、なんかまあちょっと面白そうな本を、歴史書を一巻買って、はい、もう帰って読んだらめちゃめちゃ面白すぎて、もうその読んだ後にまたすぐ30分かけて買いに行ったりとか、そういう時代があったんですよね、高校生の時に。うわ続き読みてみたいな感じで、そこが原動力的な感じでしたね、最初知ったのは。トータルでじゃあ武将誰が好きとかって言ったらあります？あ、そうですね、トータルで言われると、やっぱでもね、ベタなところでやっぱ真田幸村ですね。真田幸村やっぱ王道ですけど、あとまあ広島なんで毛利元就とか、はいはいはい、あとまあ西日本で黒田官兵衛とか、まあ、有名の三本の矢の人は毛利元就。毛利元就、そうです、桶狭間の戦いって有名じゃないですか、はいはいはい、その少ない兵で、はいはいはい、破ったって、毛利元就ももともとすごいちっちゃいその村の領主みたいなぐらいでちっちゃいところからスタートして、山口県、今でいう山口、広島、鳥取、島根とか中国地方、中国地方、岡山とかまでこう勢力伸ばした人なんですけど、はいはい、その人も、厳島って宮島ってあるじゃないですか、はいはい、あそこで厳島森軍が4000で、向こうが2万ぐらいいった戦いがあったんですけど、それぶち破って山口県を制覇したみたいな話があって、厳島の戦いっていう、日本三大奇襲合戦っていう、そんなんあるんですか？あるんですよ、そうそう、だから桶狭間とその厳島と川越城っていう関東の方の戦いがあるんですけど、その3つが、まあ、日本三大奇襲作戦みたいな感じで一応言われてるような作戦、戦いもあったりとか、結構そうですね、だから毛利元就は、でゲームとかでも結構だから毛利元就ってその、はいはい、キャラとして出てるんだけど、なんかねちょっと卑怯っぽい感じで、ちょっと変わりキャラみたいな感じで使われることも多い。奇襲が有名だからですか？あ、そうです。あとはなんですかね、まともな戦いじゃ勝てないんで、兵力少ないんで、結構なんですかね、まあいわゆる謀略と言われる、はい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 、まあ汚い手っていうか、その作戦勝ちとか、なんかこうちょっとまあ汚い手をいわゆる使ってたりとかしてるんで、まあそのイメージが先行して、結構なんですか、そういう暴将って言われるような感じで言われてるんですけど、でもね、意外と奥さん一筋で、昔子供がたくさんいた方がやっぱいいんで、側室って奥さん2番目の奥さん3番目の奥さんとかいっぱい作ってたんですけど、もう一人しか作らずに、もうどこ行っても奥さんに今こんなことしてるよとか手紙めちゃめちゃマメで、毛利家は代々なのその当主がみんな何ですか、奥さん一筋みたいな感じ、あ、そういう文化があるみたいな感じで、結構なんかそういうのもお家柄みたいな感じで、
あれですよね、その悪者として見られてる人もその地域ではみたいなことありますか？あります、あります。うちおばあちゃん家があの、はい、キラなんで、はいはいはい、キラ光月之助さんの、はいはいはい、あの中心蔵から言うとめちゃ悪者なんですけど、はい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 、でも地元ではなんかあのいいお殿様だったみたいな。ああ、うん、そういうことですよね。いやでもあります、あります。そういうこっちは赤穂側なんで、もう完全に地域的に、はははは、だからもうキラ、そうなんですね。あ、そうそうそう、 あの西日本の人なんで、はははは、長州藩とかあっちの方なんで、もうあのキラな、キラって聞いた瞬間にお前ふざけんなよみたいな。めちゃめちゃ悪者の役ですもんね。あ、めちゃめちゃ中心蔵だと。そう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 、そうだからそれも面白いんですよ、うん、もうその織田信長って人物一人を取ってみても、A さんはすごい人だっていうし、 B さんはあの悪逆非道だっていうし、うん、そのそういうのを改めて見るのも結構楽しいっていうか、うん、そうですね、立場の違いだったり住んでるところの違いだったりしますもんね。あ、そうそうそう、だからその人の、でそこで人の価値観とか、うん、そういうのを学んで今に生かすってことは結構歴史のね、うん、熱いところなんですよ。なるほど。だからあの英雄してたから余計にそのなんか人ってなんだろうとか、はいはい、結構考えることが多くって、はいはい、で歴史にヒントがあるなって僕結構、うん、あの人付き合いだからコミュニケーション苦手な人って、はいはい、意外と歴史を見てみるとなんかこう大きくやってるからあの見えにくいけど、でも日常生活を温めてみればなんかこう A さんからうちに来いよで誘われた、 B さんからうちに来いよ、どっちに味方しようみたいな感じの選択とかも起こるわけじゃないですか。その、まあ、例えば秀吉と家康に誘われて、うん、あのいやこっちは新しいけどなんかすごい強いしっかりした社長だし、うん、こっちの、ね、A さんはなんかすごい明るいしこう給料良さそうだしなとかっていうのも一緒なんですよね。なるほど、なるほど。